皆さんこんにちは。ウクレレマスクマンでございます。いつもこのチャンネルを見ていただき本当にありがとうございます。今日はリクエストにお答えいたしまして、昭和の CM ソング特集第3回をやってみたいと思います。例によって雑な私がやりますので、メロディーが変わってるかもしれないし、歌詞も違ってるかもしれません。私の記憶頼りでやってみました。何はともあれやってみましょう。最初は明治製菓の明治チェルシー。私にはわかる明日が、あなたにも分けてあげたい。スコットランドの伝統の味の美味しさをあなたに、明治チェルシー、あなたにもあげたいでした。次、続きましてナショナル電気の CM ソングでございます。今は ナショナルというよりも松下電気って言った方がいいんでしょうかね。はい、ナショナル電気の CM ソングです。明るいナショナル、明るいナショナル、みんな家中元気で動く。明るいナショナル、明るいナショナル、ラジオテレビなんでもナショナルでございました。もう一つ、これも古い半世紀以上前のコマーシャルソング、オリエンタルカレーの歌です。これを知ってる方はかなりですね。はい、私もかなりです。懐かしい懐かしいあのリズム、エキゾチックあの調べ、オリエンタルの謎姫、香るカレーよ夢の味、ああ夢のひととき、即席カレー、厳しい厳しいやオリエンタルカレー。オリエンタルカレー、まさにね、インスタントカレーが当たり前になってますけどね、これが一番最初のインスタントカレーだったんですよ。はい、次、ベージュチョコレート。マブル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 チョコレートでした。森永チョコフレーク、カルビーかっぱえびせん、やまらない止まらないかっぱえびせん。続きまして、ワークマンの CM ソングをやってみたいと思います。これは皆さんご存知でしたね。演歌の吉幾三さんが歌ってました。今やワークマンってね、すごい勢いですよね。うちの近所にも立ったんですよ、ワークマン。なんとこの T シャツもワークマンで買ったんです。あの作業着というよりもね、タウンウェアとしては十分でいいんですよね。デザイン性も機能性も、やっぱり1200円ぐらいだったかな、あれちょっと値段忘れたんですけどね、お得です。ワークマン。広がる緑
歌でございました。次は東芝電機。これもかなりかなり古いですね。東芝電機といったらね、戦後まさに日本の基幹産業電機ですね。そのトップを走って明かりを灯してくれたんですよね、東芝電機さんが。今はねちょっと残念なことになってますけど、光る東芝、回る東芝。この後続いたんですけど忘れました。武田薬品。武田。この歌を子供の頃歌ってね、一人向かって武田ってやってました。バカな子供でした。それは明治スナック菓子カール。それにつけてもおやつはカール。短いですね。次、前田製菓の CM ソング。前田製菓といえばね、あたり前田のクラッカーってやってましたね。テナモン屋さんだかだ、テナモン屋さんだかさです。あのテナモン屋さんだかさの CM ソングでしたね。前田のクラッカー、そしてクリケットってのもありましたね。ではやってみたいと思います。これね、ショートバージョンです。かっこよくショートバージョンって言いますけど、途中わからないんですよ。だから、はしょってやりました。大きなエプロンぼくらして、さあさあ押しとくできました。スプーンにぎゅうぎゅう、だいぶ端折ってあるでしょ。すいません、最後になりました。ドリーム、新日本ハウスの CM ソングです。住み慣れた我が家を、雲と青空の下、しばらく寒さと雨に風にと打たれ、この街で一番素敵で暮らしたい、リフォームしようよ、私心も捨てて、花の香りを少しだけ入れて、街の香りも少しだけ入れて、その日幸せと感じたら、新日本ハウス。以上で全部おしまいでございます。最後までお聞きくださりありがとうございました。また明日お会いいたしましょう。さようなら。